はい、どうも皆さんこんにちは、オチです。本日なんですけれども、こちら羽田空港の第3ターミナルにですね来ております。今目の前はね、中国南方航空の、飛行機がちょうど出ていくところではありますけれども、本日なんですけれども、もちろん国際線乗ります。今回のね、目的地はオーストラリアのね、シドニーになります。はい、なのでこの今日ね、夜、オーストラリアの、フラッグキャリアである、カンタス航空を利用しまして、シドニーに向かうところであるんですけれども、もともとオーストラリアの方にも行きたいなというふうに思ってたんですね。というのもですね、これまで、ユーラシア大陸、北米大陸、南米大陸、アフリカ大陸、4つの大陸を制覇してきて、残りあとオーストラリアの大陸だけだったんですね。でしかも大学在学中にこの、5大陸は制覇したいなって思ったので、ちょうど今回ね、卒業旅行っていう形で、友人と今回は一緒に行くことになっております。友人はね、今ちょっと写真をね撮っておりますね。はい、で今回、カンタス航空を利用するんですけど、本来はですね、羽田じゃなくて成田からですね、メルボルン経由で行く予定だったんですね。なんですけど、メルボルン経由のその成田発メルボルン行きの便がですね、ちょっと機材変更で、座席がなくなって、振り替えでですね、羽田空港発になりましたので、私としてはね、シドニーまで直行で行けるっていうことと、ここに来るまでもね、地方から飛行機に乗ってやってきたので、結果羽田で乗り継ぎということになったので、良かったのかなというふうに思っております。ということで、今の現在時刻はまだまだ早い3時半とかなんですけど、チェックインがね19時頃なので、それ前ね、お金の両替だったり、ご飯を食べたりしながらですね、待ちたいというふうに思います。はい、でね、ちなみになんですけど、私 JGC 会員でございますので、チェックインして保安検査を通過した後にですね、JAL の桜ラウンジをちょっと覗きに行こうかなというふうに思いますので、今回はフライトレビューの動画になっております。はい、ということで行きましょう。はい、本日乗る便はね、22時、シドニー発カンタス航空 QF60 かな、ターミナル3のチェックインカウンターは N でございます。はい、ということで行きます。はい、ちなみにこちらがね、新しくできましたファーストクラス専用のね、本当にファーストクラス乗る人だけかな、が使えるようなチェックインカウンターがねありますね。ここはどこにあるかというと、そこがみずほ銀行とかね、海外旅行保険に入るとこで、カンタス航空のチェックインカウンターで JAL のね、まとまったところがあるような位置に、こちらジャパンエアラインズのファーストクラス専用チェックインカウンターがありますね。はい、無事にですね、セルフチェックインのやつをすることができたので、これからね、一応パッケージタグをもらったので、スーツケースに貼り付けて、こちらであと少ししたらチェックインを、しようと思います。荷物をね預けます。はい、無事にですね、ビジネスクラスのプライオリティレーンに並んでおります。はい、あと5分ぐらいかな、だったらチェックインスタートですね。はい、無事にセキュリティチェックと、出国審査を終えまして、これからですね、ついに、日本航空のね、桜ラウンジに、行きたいというふうに思います。入ってすぐ左曲がるとね、こんな感じで各航空会社ラウンジ4階って書いてるんで、こっち行きます。はい、じゃあ行きましょう。はい、すいません、こちらでございました。こちらはね、キャスイパシフィックとか、今の時間帯やった桜ラウンジスカイビューがね開いてますね。ということで、この先行きましょう。ついにやっと昨年のね、 JGC 修行の賜物ですね、これは。はい、ということで今ね、友人と一緒に来てるんでね、一人ちょっと入ります。帰りはね、ちょっと別の子をね、カンタスラウンジに連れては入るんですけど、とりあえず今日は、はい、こちらですね、 JAL 桜ラウンジ。ちょっとね、こっちも行ってみたいんだけど、こっちスカイビューの方に行ってみようかなっていうふうに思います。はい、というわけでスカイビューラウンジかな、入ってまいります。行きます。あ、すごいね、めちゃめちゃいい。はい、
ノンアルのシャンパンとかもあるの。日本酒、ワイン、ビール、はい、パン、こんなんもね、全部食べ放題、ね、はい、いいね、いい感じ。こっちも、あ、すごい広い、結構な広さでございますね。ということで、ちょっと座席を確保したいというふうに思います。ただね、あの向こうに食べ物があるから、できれば近いところに行きましょうというか、まあ、この辺でいいかな。なんかこの辺にしようかな。はい、じゃあここの座席をね、座りたいと思います。はい、今動画で見せているようにですね、基本あのビュッフェ形式で、はい、取っていくようなスタイルとなっております。はい、この時間結構空いててね、良かったですね。はい。はい、というわけでですね、取ってまいりました。やばいね、こちら。たい焼きとか野菜もあるし、パンとかもあるし、カレーもね、まだまだね、向こうに行けばある、そんな感じになっております。ね、ここ5階なんですけど、4階の方がね、新しいみたいなんで、あとね、シャワーも予約しました。はい、無料です。なのでシャワー浴びた時、あとにですね、ちょっと4階の方も覗いてみようかななんていうふうに思いますので、行って、じゃあいただきます。はい、しっかり JGC のね、恩恵を受けているところなんですけれども、こちらスパークリングワインですね。ちょっといただきます。めっちゃ美味しい。たい焼きくんをいただきながら食べますね。はい、先ほどですね、シャンパンをいただきまして、次はね、この和風のね、こんな御膳みたいなのがあったので、ちょっともらってきました。で、次ね、ビール2杯目、まあトータル3杯目のねものですね。はい、ということで、はい、というわけでですね、あのシャワーのお時間がやってきたので、シャワーを浴びに行きたいというふうに思います。今ね、5階にいるんですけど、1個下のね、4階部分に、はい、シャワールームがあるということなので、で、先ほどもあの申し上げました通り、4階の方が新しい、はい、桜ラウンジとなっております。はい、こんな感じですね。ということで、行ってみましょう。こんな感じで、隣はね、ANA さんでですね。はい、じゃあ行きます。はい、ということで、突き当たり右側のこちらですね、はい、シャワールームで、7番ルームなので、はい、こっちです。ということで、行きます。あ、めちゃめちゃいい。じゃあ、ね、鍵をつけて、めちゃめちゃ綺麗。あ、すごいね。うん。で、はい、私でございます。そして、あのシャンプーとかね、リンス、コンディショナーとかも全部あります。で、上からね、降りてくる感じで、で、なんとね、ドライヤーもちゃんと置いてくれておりますし、歯磨きセットまで用意していただいております。はい。で、こちら、はい、あのタオルセットですね。ということで、他にもね、たくさん今待っている15人ぐらいかな、まあなんか予想していたよりかは少ないとは思うんですけど、まあ、15人ぐらい待っているようなので、はい、シャワーを浴びてすっきりして、あの飛行機にね、乗りたいというふうに思います。はい、はい、シャワーを浴びてきましたので、ね、こちらの付属のね、あのドライヤーを使って髪をね、乾かしてから、またね、5階の、ラウンジの方に帰りたいと思います。はい、はい、シャワー終わりにですね、4階の桜ラウンジ、新しくできた方ですね、ちょっと今来ておりますが、こちらがザ・ダイニングっていう、後ろにね、映ってる方がこんな感じですね。で、まあ前はね、奥が第一ターミナルで、こんな感じで結構人がね、いますし、はい、ゲート案内もあります。ここでね、作ってらっしゃるみたいですね。
ということで、スミカの5階に、はい、戻って、まあ、ちょっとね、ご飯も続きをね、食べまして準備をしたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、シャワーを浴びて戻ってまいりました。3杯目のビールと、そして2杯目のスパークリングワインでございます。はい、ということで5杯目ぐらいかな、いただきます。はい、まあこういうのを考えるとね、やっぱお酒に強いっていうのはそれなりに大切なのかなって思うよね。いや、まあね、うん、そうですね。ちょっとまあ、ね、お酒飲めないよっていう方でもね、もちろん食べるものたくさんあるんですけど、お酒飲める方はね、なおさらいろんなね、お酒もあるんでいいかなって思いますね。はい、ということで、はい、荷物を持って4階の桜ラウンジの方にね、やってきます。先ほどね、シャワーも浴びたところになりますけれども、5階に比べてやっぱりちょっとね、人がいるかなっていう印象でございますね。基本飲み物とかも上と椅子の感じでございます。はい、コーヒーメーカーとか、あと日本酒、ワインもろもろね、そのままあるような感じでございます。はい、こんな感じでね、各種お酒が揃っております。おつまみもね、ありますね。はい、ということで、あと20分ぐらいね、ちょっとここのいて、ボーディングの方を押していきたいというふうに思います。はい、4階のですね、桜ラウンジにはこんな感じで、なんとマッサージチェアまでね、置いてあります。ということで、ちょっと試してみましょう。試します。はい、こんな感じで、はい、いい感じですね。で、電源の方がありますね。電源ボタンを押してください。はい、病気用も、はい、OK です。ということで、好きなリラクゼーションコースにしておきましょう。お好きな画像、今回は、青く澄み渡った空ですね。朝日、はい、はい、というわけでですね、ラウンジを出てまいりました。これからね、カンタス航空が出発する便、ゲートですね、144番ゲートに行きたいというふうに思います。今現在はね、こんなところです。もうね、向こうに行けば分かれている感じで、曲がってね、4つ目ぐらいかな、140番ゲートからね、ありますので、こちらの方から向かいたいというふうに思いますけど、ここもね、はい、ショップとかあります。ここね、ラウンジって書いてるやつを右に曲がると、あのキャセイとかもね、一緒にあるようなところになっております。はい、現在時刻9時過ぎでございます。乗り込みボーディング時間はね、9時20分なので、あとそうですね、20分ぐらいしたら乗り込みかなというふうに思います。いやー、 JAL の国際線の桜ラウンジはね、今回が初めてでしたけど、めちゃめちゃいいです。これはね、また社会人になっても定期的に海外に行きたくなるような、はい、ところでございました。ということで、144番ゲートに向かっていきたいというふうに思います。はい、144番ゲートに近づいてまいりました。ここね、降りたらね、はい、シドニー行きのカンタス航空のボーディングのところになっております。友人らを発見いたしました。ということで、残り10分ほどですかね、待って、はい、乗り込んでいきたいというふうに思います。はい、ということでね、このビジネスクラスのチェックインカウンターを使って僕は入場していきます。はい、
はい、今ですね、事前改札ですねが終わりまして、これからおそらく EU グループナンバーワンからね搭乗開始かなというふうに思います。ということで、あと少しですね、行きましょう。ということで、もうすぐ、はい、ボーディングの時間となります。後ろの、ね、男性がシドニー出身の方で、すごくいい方ですね。お話を少ししました。はい、ということで、もうすぐ乗り込みたいというふうに思います。今回はね、ビジネスクラスが一番最上位のクラスなので、僕のね、JGC のやつでグループナンバーワンでおそらくいけるかなというふうに思いますので、今なんと先頭で並んでおります。はい、じゃあ待ちます。はい、というわけで乗り込みを開始しました。今回のね、機材はガンタス航空のエアバス330-300でございます。はい、今ね、優先搭乗で先頭ぶっちぎりで行っておりますが、まさかの大学生エコノミークラスでザ・ノーマル座席でございます。はい、それでもね、はい、こうやって一番に入らせてもらえるのはさすが JGC かなというふうに思います。ということで乗り込んでいきます。はい、 Good evening. Good evening. Welcome aboard. Thank you very much, Mr. Ochi. Welcome to Qantas. You'll just be heading across and turning right. Okay, thank you. はい、というわけで、ハロー、ということで行きましょう。 31G でございます。今回もね、通路側を選んでおります。で、友人4人なんですけど、4人ともね、同じ席でここ一列をね、4人で座る形となっておりますので、はい、じゃあ座席に座っていきましょう。まずね、荷物を上にね、置いていきます。はい、今回の座席に関してなんですけれども、今回はね、先ほど申し上げた通り 31-G という座席になっております。はい、書いておりますでね、足元に関してはこのぐらいですね、拳1個分もはないかなっていう感じですね。ちょっと体勢を変えると、でもクッションをね、のけると大体拳1個ぐらいは入るかなっていう感じになっております。で、先ほども、申し上げました通り、今回登場する機材に関してはエアバス社の 330-300 という形になっております。はい、でね、これなんですけど、言語は一応ですね、日本語も、はい、対応可能となっておりますので、日本人にとってはね、すごくありがたいのかなというふうに思います。はい、今のところね、こんな感じで広々と、はい、過ごせる感じになっておりますが、はい、こんな感じですね。はい、なんですけれども、今日はね、なんと満席になっておりますので、これからね、人がいっぱい乗ってくるかなというふうに思います。ということで、友人が来るのを待ちたいというふうに思います。はい、機内のね、アミューズメントというか、機内の、お楽しみの一つであるムービー映画に関してなんですけれども、こんな感じで新しい映画とかもね、全部入っておりますね。はい、はい、アメニティなんですけど、ブランケット、JAL とかだったらなんかね、 JAL 専用のマークみたいなのが入ってるんですけど、ちょっとこれね、わかんないですね。後でまた見てみます。で、枕ですね、はい、でございます。あとね、ヘッドセットが各座席についておりますね。こちら、チェンジフォーグッドって書いてますね。ユニセフでございます。そう、ユニセフで思い出したのはね、アメリカン航空のね、なんか飛行機の中でユニセフの募金をね、してましたね。はい、ということで行きます。はい、出発して大体ですね、30分くらい経ちました。お水です。ありがたい。はい、離陸後大体1時間後ぐらいですね、こちら機内食でまずはオーストラリアのね、ビールをいただくことにしました。そしてね、ビールプラスアルファでいつも通りなんですけれども、
はい、こちらコーラをいただきました。大体この2本をですね、僕はいつも国際線では頼んでおります。で、肝心のメイン の機内食なんですけど、大体こんな感じですね。白ご飯ありました。はい。で、あとはこちらブラウニーでございます。めちゃめちゃ美味しかったですね。はい。とあとはカンタスって書いた、まあ、お手拭きだったり、まあ、ご飯食べるセットでございます。じゃあ早速、はい、いただきます。そう、あとブラウニーに加えてね、このパンもね、一人一個いただくことができました。で、早速このビールを、はい、飲んでみたいと思うんですけど、結構ね、ブラックビールでしたね。黒要素が強かった、結構苦かった、そんな印象があります。めちゃめちゃ美味しかったですね。はい、もうそのままね、直でいただきますね。ブラックはい、到着する前のね、2回目のご飯になります。今回ね、結構軽めの感じ、ライトミールな感じですけど、しっかりね、味付けされてまして、かなり濃いかった印象があります。あとは飲み物はね、朝なんでコーヒーをね、まあ、いっぱいいただきました。お疲れ様でございました。東京ただいまシドニー国際空港に到着いたしました。ただいまのお時間は2月10日。はい、というわけでこれから着陸したので、入国審査とあとはね、荷物の受け取りをねしに行きたいというふうに思います。 Thank you. Just gonna move the front row here. Thank you. はい、というわけでちょっとね、今友人がまだ上からね、荷物を下ろしてる段階なので、ゲート前に行ってね、待とうかななんていうふうに思います。ということで、本日はフライト日記以上になります。ちなみに、次の動画からはですね、大学生的卒業旅行の様子をね、デイワンからお届けしようかなというふうに思いますので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあこの辺ね、ちょっと待ちたいと思いますので、ぜひ皆さんもお体にお気をつけてお過ごしくださいということで、